はい、ということで、どうも皆さん、こんにちは、クルシオです。さあ、という、今回ですね、多分タイトルは、助けてくださいみたいな感じになってると思うんですけど、僕、普段は、撮影を、僕のスマホでやってるんですよ。まあ、このスマホ、アンドロイドなんですけど、そのスマホに入ってるカメラを使って、撮影をしてるんですけど、なんか最近っていうか、昨日ぐらいから急に、その写真が撮れなくなって、撮れなくなってというか、撮れるんですけど、こんな風に一応撮ることはできるんですけど、その読み込めなくて、撮った画像を見てみると、そのピンクとか緑とかのこう画面が全然見えない状態になっていて、その普段は動画なんて撮ってるんですけど、動画も撮影はできるんですけど、それを読み込めなくて、そのアルバムのところで見ても、このコンテンツは再生できませんっていう風に出たり、なんかその時によってなんか書いてある内容が違くて、ずっと読み込み中のまま止まっていたり、なんかファイル形式がどうこうっていう風に出て、その全く動画が撮れない状態になってるんですよ。で、僕普段はこのスマホで撮影してるんで、これが撮れないってことはもう動画の撮影ができないわけなんですね。で、今IC レコーダーを使って撮影してるんですけど、IC レコーダーだと音しか撮影できないので、動画にはできなくて、一応ね、その走行音とかは撮れるんですけど、まあ、まだまだこの状態が続いてるので、まあ、僕としても、6月の途中ぐらいまでは電車には乗らず、駅だけで撮影するつもりでいて、まあ、今日土曜日、急遽今撮影してるんですけど、録音してるんですけど、まあ、今日ちょっと久しぶりにというと、この前、外出自粛が解除されてから、一度撮影に行って、その時は問題なく撮れてるんですね。で、その時の動画は、普通にまあ見れて、再生もできるわけなんですよ。それが今になって急に、はい、ちょっと問題なく見れるんですけど、新しく昨日、今日撮った動画は、まあ撮影に行ってないんですけど、ちょっと撮れなくて、何回撮影をしても全然その動画が映らなくて、調べて、まあ、僕普段その撮影スマホでしてて、まあ、少し前まではスマホでね、編集とかもしてたんです。正直あんま詳しくはないんですね。で、いろいろ調べたんですけど、その調べた通りに全部やっても何も変わらず、電源を切るだとか、そのセーフモードにして見てみるとか、 SD カード抜くとか、携帯の温度が上がってた温度を下げるとか、その充電をもっと増やすとか全部したんですけど、全く変わらなくて、これちょっと困ってて、このままずっと撮れない状態だと、普通に外出全然できるようになってからも撮影ができないというようなことになってしまってですね、まあ困るんですよね。で、一応動画自体はあとまだ出してないものが3本あって、総合音、外出自粛が出る前ですね、緊急事態宣言が出る前に撮影したものが1つと、緊急事態宣言解除されてから行ったものが、2本あるんですけど、普通の動画天王寺で撮影したんだけど、それはまあもともと2つに分けるつもりだったので、その動画2本あるんですけど、それ以降の撮影の動画なくて、ちょっと今困ってるんですよね。で、まあ昔に上げた動画をもう一回編集して違うような動画にして出すってことは、まあそうですね、1本かに3本ぐらいは多分いけるんですけど、正直言うと。それはあんま面白くないし、僕にとっても一番古いまでで4年前のものがあるんで、その4年間の動画を YouTube から探し出してきて、保存してそれをもう一回編集するっていうのが大変で、正直言ってちょっと面倒くさいんですよね。で、この携帯で撮れることが治らない限り、今後撮影はできないんで、どうにかはしたいんですけど、ちょっと見てる方で分かる方いますかね。ちょっと本当だったら今日とかも撮影に行くつもりだったんですけど、昨日なんか急に見てみたら動画が撮れなくなってて、まあ、結局今日は撮影しなかったんですけど、動画自体は撮れるんですよ。写真も撮れるんですよ。ただ、
アルバムで見たら、その撮れてなくて、で、他のアプリとか、いろいろ入れてみたら、それで撮ったものは一応見れるんですね。その辺がちょっとよくわからなくて。やっぱりその、まあ、普段はそのスマホにもともと入ってるカメラで撮ってるんですけど、まあ、それ以外アプリを入れるとちょっと、まあ、僕的には使いにくくて、まあ、普通が一番いいんですよね。で、まあ、普通のカメラでやりたいんですけど、それが撮れないんで、まあ、正直あんまアプリとかは使いたくなくて、あんま僕としても慣れてないんでね。で、あと撮れた動画が勝手になんか消えたりとか、動画っていうか写真ですね。撮れた写真が勝手に消えたり、なんかずーっとしてて、で、スマホの SD カードの容量はもういっぱいあるんですよ。この前、変えたばっかりで。で、その変えたのが問題だったら、そのこの前、行った天王寺で撮った動画は、まあ、普通なら撮れてないわけじゃないですか。それがまあ撮れてて、急に撮れなく、その動画も写真も撮れなくなったっていうのは何が問題なのか全然わからなくて。スマホの容量自体はちょっとまあ結構いっぱいなにはなってきてるんですけど、でもまあ実際それが原因ならまあ他のアプリで写真を撮ってもまあ撮れなくなったりとか、まあ他にも問題が出てくるはずなんだけど、そのスマホを操作する面では何も問題がないんですね。普通にゲームもできるし YouTube も見れるし何も問題はないんですけど、カメラだけがおかしいんですよ。で、一応本当だったら、この後、というか、今日の動画で、今後の撮影の予定みたいな感じで、まあ、いつまでは電車に乗らず撮影して、いつからまあ電車に乗って、どこまでの区間で撮影するとか、そういう風にしようっていう話をしようと思ってたんですけど、まあ、撮れなかったら撮影にも行けないんで、ちょっと困ってるんですよね。何回も撮ってるんですけど、たまに見れるんですよ。たまに見れて、その一旦閉じて、もう一回アルバムで見ても消えていたり、なんか撮れてたものが急に見れなくなったり、なんか見れるものもあったりと、なんかよくわからないですよね。で、カメラ自体に問題があったら他のアプリでも写真は撮れないと思うんで、まあ、どういう仕組みをしてるのかわからないんですけど、まあ、LINE カメラとかそういうアプリを入れてみて、撮ったものは普通に保存されて残ってるんですよ。なので、何が問題になるかがわからなくて、ちょっと詳しい方はちょっと教えていただきたいですね。で、まあ、詳しい方がいなかった場合はもう、これ以降撮影がちょっとできないんで、まあ、修理出すのか、スマホを新しく変えるべきなのかはちょっとわからないんですけど、まあそうですね、新しい動画まだ3本分は用意できるんで、今日が5月の30なんで、6月の3日ともう1日、10日は動画は確実にあるんです。だから10日まではなんとかなるんですけど、13日以降の動画が、まあその昔の動画をもう一回編集して出すか、それも大変なんですね。まあできるだけやりたくはないんですけど、13日以降がちょっと厳しいんですよね。正直僕的にはもう、その緊急事態宣言とかも解除されて、まあ一応ね、休むことなくというか、まあ、定期的に更新はできてたんで、まあなんとか耐えたのかなと思ったんですけど、まさかそんな近くに敵がいると思わなくて、僕の体全然元気で、まあ周りも何も問題ないんで、撮影はね、6月入ってちょっとしてから、結構増やしていこうかなと思ったんですけど、敵がね、目の前僕が持ってるものだと思わなかったんでね、いやーちょっと困りますね。で、まあ正直、まあ この期間が終わってね、まあいろいろ撮影はしようと思ってて、まあ、結構いろいろ考えてたんですね。まあ春休みやれてなかった分が、まあ、溜まってるんで、まあ、それをちょっとずつやっていこうかなと思ったんですけど、ちょっとこのままだといつになるのか分からなくて、なんか春にするものがもう冬にしてしまうというような感じにもなりかねないんですよね、このままいくと。で、まあ今まで撮影してこなかったような動画とかも、まあ撮りたいなと思ってたんですけど、まさかカメラが撮れなくはなると思わなくて、
その SD カードは変えたんで、その容量はいっぱい空いてるんですよ。なので、その今まであんまり取ってこなかった、その全面展望とかね、まあ、他にもいろいろちょっと大きめの企画とかも考えてたんですけど、ちょっとこのままだとずっとできないままなんで、まあ、スマホを変えるべきなのか、修理に出すべきなのか、何か対応策はあるのかっていうのが分からなくて、ちょっと今困ってるんですね。で、まあ、とりあえず今回はそんな感じの内容なんですけど、そうですね、今アルバム見てもさっき撮った写真は見れてるのに、2つ前に撮った写真はもう画面がなんか紫と黒になってたり、動画も読み込めませんってなってたり、なんかずっとそれの繰り返しなんですよ。で、その完全に見れなかったら、まあ故障かなって分かるんですけど、そのアプリ入れたもので撮った写真は見れたり、そのたまに撮れたものが残ってたりするんで、その原因がちょっとよく分からないんですね。今ちょっと5枚撮ったんですけど、アルバム見たら1枚も保存されてないっていう。いや、保存は1枚だけされたんですけど、なんか画面が緑ですね、今。もう普通に今家の部屋の写真を撮ったのに緑って、まあ僕の部屋緑なのかなと思ってしまうんですけど、まあ普通にいろんなものを置いてあるんですけど、まあそれがもう真緑になってるんですね。で、まあ僕の部屋そんなわけないんで、まあ、これはカメラはおかしいんですかね。で、今ちょっと自撮り用のその内側の、なんていうんですかね、これ内側のカメラで撮ってるんですけど、それは今見た感じは、撮れてるん、今は、撮れてないですね。今撮った分の1枚がなんか半分切れてるという。これは何が原因なんですかね。ちょっとわからないですよね。まあ修理出すか携帯を変えるかしかないんですかね。まあちょっと早めに写真というか動画撮影を再開したいんですけどね。ちょっとこのままだと、まだね、13日までは確実に持つんで、まあなんとかなるじゃなんとかなるんですけど、ちょっと困るんですよね、正直。もう今日からでも撮影をしたかったんですけどね。結局撮影を諦めて、まあ、普通に自転車でちょっと、まあ、運動がてらぐるっと一周してきたんですけども、ちょっとこの後、この後、今後どうなっていくのかがちょっとわからないですね。で、まあ、走行音とかの動画を撮るにしても、13日ぐらいには、まあ、電車に乗っての撮影とかも、まあ、まだできないことはないんですけど、まあ、ちょっとまだ考え中でして、で、その走行音の動画を撮るにしても、その何の電車を撮ったかっていうのを、その僕はいつも写真を撮って、この223キロ、この何編成ですよっていうのを写真に撮って動画に載せてるんですけど、まあ、それも撮れない。その緑の電車なんかないですかね。その画面いっぱい緑の電車がいたら、まあそれでなんとかなるんですけど、そんな車両はいないんで、ちょっとどうしようもないんですよね。まあ、まだそのこの前天王寺で撮影した分が残ってたんで、まあ助かったんですけど、これはどうしていったらいいんかがちょっとわからないんですよね。何も問題なく撮れてるんですよ、この動画は。新しい動画はもう一切読み込めない状態で、その昨日、多分3日前か2日前ぐらいに多分何かがあったんでしょうけど、まあ、その原因は分からなくて、特に何か変なことをしたわけでもないんですけどね、
に撮れなくなって、この天王寺で撮影した分はもう全部完璧に撮れてるんですよ。その写真も一切その緑とかにはなってなくて綺麗に撮れてて、まあ、多分編集の時に多分画像を入れてるような気はするんですけど、まあ、多分入れてて多分まあ忘れはしないんで、まあ入れてるはずなんですけど、新しいやつは一切見えないですね。多分パソコンの方にも多分写真自体がおかしいんで多分送れないんで、その見てもらうことができないんですけど、ちょっと今後撮影がちょっとどうなるかわからないという、ちょっと助けてほしいなと、知ってる方がいればこうすれば治りますよって方が、わかる方がいればね、ちょっと助けていただきたいなと思ってて、まあ今回はそんな感じで、まああの本当だったらまああの今後の撮影についての動画をね今日出して、でまあ13日以降はまあ今まで撮ったものではなく新しく撮ったものを少しずつ投稿していこうかなと思ってたんですけど、でまああの動画の数も増えてきたらまあ今まで通り週3とか週4とかのねペースで投稿はしたいなと思ってたんですけど、ちょっとこのままだまだ週2のペースのままですね。まあちょっとその辺はね、ちょっとあの視聴者さんに、視聴で、ね、言えてないんですけど、視聴者さんにちょっと聞こうかなということで、まあ僕一応登録者数が1748人なんですけど、1700人もいればさすがに一人ぐらい知っててほしいなっていうような感じなんですけど、まあ言うてもね、再生数はあんまり伸びてないんで、多分こういう動画も多分あんま伸びないんで、でしかもコメントもあんまり多くはないような気はするんですけど、まあ知ってる方は、まあ知らなくてもまあコメントしていただけたらね、僕としても嬉しいので、まあ、あの最近だと返信するのがちょっと遅くなっているんですけど、まあ、あの一応見てはいるんで、まあ、あの再生数が多い動画とかはちょっとあの見るのが大変な、コメントの数が多いんで、まあ、ちょっとあのコメント返せなかったりとかそういうんですけど、まあ、大体の動画には多分返信か、まあ反応、あのお気に入りとかにして多分反応はしてると思うんで、まあ、あのたまにねその反応忘れてたりとか、たまに通知が来ない時とかもあるんで、そういう時は見逃してしまってるかもしれないんですけど、一応僕はほとんど動画ではあのコメントは一応見てるんで、まあ、何か知ってる方がいればまあ教えていただきたいなというような感じなんですね。はい、ということでまあ今回あんまりその動画としてそのこういう内容ではなかったんですけど、まあ、ちょっと助けてくださいということで、コメントの方よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。